太陽に最も近い惑星水星。探査機すら近づかない不毛の大地。水星はどんな惑星なのだろう。2004年8月3日、探査機を載せたデルタ2ロケットが発射される。探査機の名はメッセンジャー。地球を出発したメッセンジャーは1年後再び地球に戻り、スイングバイ、太陽系の内側に向けて移動を始めた。水星は人類が50回以上探査機を送った火星と距離はそれほど変わらない。しかし、これまで水星に接近・観測した探査機は2つだけ。なぜ我々は水星を遠く感じるのだろう。最大の理由は太陽。太陽は太陽系全体の 99.86% の質量を持つ。太陽が持つ重力は太陽系最強だ。太陽に近い水星は重力の影響がより強い。探査機が水星に近づくと太陽の重力が強くなる。水星は小さく軽い。水星の小さな重力のくぼみにはまる前に太陽の巨大重力にとらわれる。水星にとどまるためには莫大なエネルギーが必要なのだ。地球から近いはずの水星は我々が想像する以上に遠い。水星に近づいた探査機メッセンジャーは合計3回のスイングバイを実施。2011年3月18日、メッセンジャーは水星の周回軌道に到着。水星の周りを周回しながら観測を開始した。水星の直径は 4879.4km。 地球の 38% と小さい。月よりも少し大きい程度。水星の表面に大気はほとんどない。重力が小さい上に太陽風が大気を吹き飛ばす。月の表面と同様、
隕石や火山活動でできた多くのクレーターは消えずに残っている。地球の中心には鉄やニッケルの金属コアがあるが、全体の 17%。 水星の金属コアは水星全体の 70% にもなる。遠い未来、水星は太陽系最大の鉱山になるかもしれない。大気のない水星は昼と夜の寒暖差が激しい。最も暑い日中は気温400度を超え、最も寒い夜はマイナス170度以下になる。例外もある。水星の極点にある深いクレーターは常に日陰になるため低温が保たれる。最新の観測によってクレーターに氷が存在することも判明している。しかし水星になぜ水が存在するのかは現在でも分かっていない。2012年3月17日に任務を終了する予定だった探査機メッセンジャー。ミッションは順調に進み、2015年まで運用を延長することを決定。水星に存在する有機物を発見し、過去最高精度の三次元地図を描いた。水星を3000回以上周回し、高度2万5000メートルという低高度も飛行した。任務は永遠ではない。ついに高度を維持できなくなったメッセンジャー。2015年4月30日水星表面に衝突、幅16メートルのクレーターを作る。メッセンジャーは与えられたそれ以上の任務を全うした。探査機メッセンジャーは不毛の大地を魅惑の彗星に変えた。